ジョナサン・モトリーは、アメリカ合衆国、テキサス州ヒューストン出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、身長206センチメートル、体重108キログラムのパワーフォワード。NBA のロサンゼルス・クリッパーズ及び NBA、G リーグのアグアカリエンテ・クリッパーズ所属の、2 a プレイヤー。モトリーは、テキサス州ヒューストンのノースショア高校で、デビット・グリーンヘッドコーチのもとでプレーした。 ジュニア時にチームは32勝から4敗の成績で、シニア時には30勝から5敗を記録し、地区選手権で連続優勝を果たした。全米トップ100選手に選ばれ、2012年9月12日にベイラー大学でプレーすることを発表した。ベイラー大学のジュニア時から活躍し、2016から17シーズンにベアーズを NCWA トーナメントに導いた。 シーズンの終了時に、カレッジ最高のパワーフォワードとして、カール・マローン賞に選ばれた。ジュニアシーズンの終わりに、2017年の NBA ドラフトのアーリーエントリーを宣言したが、代理人を雇用せず、大学に戻るという選択肢を残したが、NBA ドラフトコンバインにサインアップする前に、エージェントを雇い、ベーラー大学にシニアで復帰するチャンスを終わらせた。 2017年の NBA ドラフトで指名を得られなかったが、ダラス・マーベリックスとツーウェイ契約を結んだ。マブスが提携しているテキサス・レジェンズとの間で活動する初めてのツーウェイプレイヤーとなった。2018年7月23日、ロサンゼルス・クリッパーズとツーウェイ契約を結ぶ。ありがとうございます。